はい、どうも、しあつしのけんです。いつもね、私の動画に来てくださり誠にありがとうございます。はい、というわけでですね、今日は、一つね、僕がいつもね、思っていることね、ちょっと生きるヒントをね、ちょっとご説明させていただければと思います。はい、まあ日常生活ね、こう生活してると、まあ、たまにさ、こうさ、嫌な人とか嫌なこととか言う人いますよね。こう、なんていうんですかね、意地悪というか、こうなんかね、嫌味というかね、なんかいるでしょ。まあ例えばね、僕なんか、まあこういう人ってあれだなと思うのが、例えば何かね、こう新しいことをするよと、何かこういうことやってるんですよとか、なんかこうね、話をしたりとかするじゃないですか。でそんな時に、まあね、こう横やりっていうで言うかですね、こう、今度ね、こんな新しいことやろうと思ってるんですよとかね、例えばね、まあ、独立して、挑戦しようと思いますとか、まあ、こういった勉強したいと思いますとかね、まあ、そういうことをね、話するとするじゃないですか。まあ、こう飲みに行った席とかでもいいんですよ。まあ、そういう時にね、いやー、それってさ、なんかやってわかるけど、なんかできるのとか、まあ、なかなか難しいからやめた方がいいんじゃないとか、まあ、ひどい人の場合ですとね、あんたじゃ、お前じゃ無理だろうとかね、まあ、仲のいい友達なんかこうやって言いがちなんですけども、まあ、そういうね、心もとない声でね、結構傷つく人っていうのもね、多かったりするんですよね。まあ、あとはそうやって言われて、やっぱりそうかなと思ってこう辞めてしまったりだとか、何かに挑戦しようと思ってるのに、そういう意見でね、こうモチベーションをね、こう低下させられたり、こう気持ちをくじかれたりとか、っていうのはね、結構、まああると思うんですけども、まあでもね、それってね、それが世間なんですよね。まあ世間の大多数の人っていうのは、やはりね、こう安全圏内でこう生きていたいというか、まあ何かね、自分の身内というか、身近な人が何か挑戦するときとか、何かをしようとするときっていうのはね、まあ何かとね、まあその人はね、悪気ないんですよ。なんか心配してくれてて、言ってくれてるっていう場合もあるんですけども、大半はですね、いつも一緒にいるあなたが違う世界に行ってしまうことに恐れをこう抱いていたりとかっていうのがあるんですよね。あとはまあいろんな人間ね、こう感情が入り混じってるんで、まあ何かね、こうね、新しいこととかするよりも今の現状でね、なんとかできてるんだったらそのままでいいんじゃないっていうのは、どうしてもこれ人間のね、こう生存本能であるんですよね。これはまあ面白い話で、まあ脳科学の話にもなってくるんですけども、人間っていうのはやっぱ安定を求めると、でやっぱ生きていかないといけないじゃないですか。やっぱ死んでしまうとね、やっぱ良くないので、で人間っていうのはなるべくこう未知なもの、自分が知らないものへこう挑戦するっていうことにすごくね、恐れを抱くように、こう心っていうか DNA がね、インプットされてるんですよね。なぜかっていうと、今の今日生きてる自分っていうのは、昨日の状態、昨日自分がこうね、生きてきたことをまた今日すれば生きられる可能性は高いわけじゃないですか。そこでね、こう違うことに挑戦する、違うことをやろうと思うと、やっぱりどこかでね、こうブレーキがかかるんですよね。なので人間っていうのは、こう今までこう生きてきたこの生き方っていうのをなかなか変えられない、この考え方っていうのもなかなか変えられないように、こうどこかでね、インプットされちゃってるんですよね。まあ、それがこう世の中のこう当たり前という環境、あの感覚だったり、まあ、常識というものだったりっていうのがするんですけども、まあ、そこからこう逸脱して何かね、そう言われても俺はやるんだと、自分が信じた道、やりたいことがあるから、その道に向かって突き進むぜっていう人は、まあ、何らかのこう経験が得られる。で、その経験をもとにまたね、こう、試行錯誤して、こうアプローチを変えて挑戦してっていって、どんどんこう成功体験っていうかね、積み重ねていくんですけども、まあだからね、僕は最初の一歩をね、踏み出すのがやっぱり一番大事だと。まあ0から1ですよね。0から1っていうのはもう程遠く遠いんですよね。1まで行ってしまえば2、3、4、まあ10っていうのはね、結構意外と早く行けてしまうもんなんですけども、0から1がなかなか遠いんですよ。でそこでこう足踏みをして、こう飛び、そこの世界に行けない人っていうのが結構いますよね。で0から1に行く段階で人にね、こう相談した人したりとかした時に、でもそこでね、こう心をくじかれてしまって辞めちゃう人っていうのが結構いるんです。でもね、考えてみると、そうやって人の意見で惑わされて辞めてしまうぐらいのことっていうのは、もう最初からもう、情熱がないので、多分やったところで続かないと思うんですよね。だからね、まあそれで辞めてしまうんだったら、まあそれまでという話なんですよね。なのでそれをね、他人のね、そういう、まあネガティブな意見とか、そういうね、心もとない意見でもね、なんかそういう意地悪な質問でもいいで、意地悪なそうね、質問というか、そういう声とかでもいいんですけど、それに対して
逆にね、こう火がつけられてですね、自分にこう燃え上がるようなこう欲望と、情熱のもとにね、挑戦できるようになれば、逆にそれはありがたいのかなっていうふうにもね、感じるんですよね。あの人がね、何かね、こうやる気になる、よし、やってやるぞっていう時っていうのはね、あの怒りの感情がすごくものを言うんですよね。ゴーッとこう燃え上がるようなこのパッションでね、情熱のもとにこうやると。だから、なんか人に相談して、あ、それいいねとか、あ、それすごくいいんじゃないとかって言われてるよりも、本当はね、否定的な意見言われた方が、やる気スイッチって入るんですよね。だからね、そうやって言う人っていうのは逆に自分のやる気スイッチを入れてくれるありがたい存在だなっていうふうにね、思った方が、自分にとっても都合がいいんじゃないかっていう、お話でした。物事はですね、自分の都合よくね、すべて考えた方が、どうせだったらいいんですよね。同じことでも、同じ現象をね、体験しても、そうやって肯定的に思う人、あとはまあ否定的に思って終わる人っていう両方があります。だからどうせだったら都合よく自分のね、いいように解釈して自分のこのね、人生に生かした方がいいんじゃないかというお話です。なのでなんか意地悪言ったりだとか、なんかそうやってね、欲やり入れてくれるっていうのは、欲やりを入れてくれるっていう人はね、まあある意味まあコンサルティングというかですね、自分が見えてなかったことをこう指摘してくれるありがたい存在かもしれないので、どんどんそういう人たちともね、こうつながりを持ってですね、話をねしてもらうっていうのも、いいんじゃないかなと思います。まあ人間ね、なかなか嫌なこととか嫌味のことってね、言いたくないじゃないですかね。あなたもそんなこと言いたくないでしょ、人に。だってそんなこと言ったら嫌われてしまうじゃないですか。嫌だな、あの人なんかそんなこと言わなくてもっていうふうに思うでしょ。でもそこをあえて言ってくれる人っていうのは本当にね、ありがたい存在なんですよね。まあそのようにですね、都合よくね、すべて自分の都合よく考えてですね、人生を楽しんでいただければ、楽しんでいけばいいんじゃないでしょうかというお話でございました。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。